はい、どうもこんにちは、しこらです。今日はですね、こちらの、レインボーカントリーのですね、まあ、何度か昔の、前の動画でですね紹介してるんですけれども、レインボーカントリーさんの、オールステイトというですね、まあ、ブラックの黒の、ダブルのライダースですね。ダブルのライダースを、あれですね、着回しというかですね、まあ、コーデというか着回しをですね、ちょっとまあいくつか、やっていこうかなと思います。まあ、すごくスタンダードな、もともとこの元ネタ自体も1950年代の、シアーズですね。シアーズ の、 まあ、ストア系といえばストア系の、まあ、うん、そうですね、ストア系の、ブランドのですね、シアーズの結構忠実に、ディテールをほぼほぼ忠実に作られていて、まあ、サイズ感だけちょっとね、現代今で着やすいようにちょっと着丈が長めとか、袖がちょっと短めとか、ちょっとここの辺りがややゆとりは残しつつ、アームはやや細めにみたいな感じでですね、今のまあ着やすい状態に、してくれているので、まあ、すごくね、着やすい、本当にいい形してるなと思うんですけど、まあ、そういうだからヴィンテージのいいとこ取り、いいとこ取りというか、まあ、そうですね、いいところもあり持ってて、まあ、現代に着やすいっていう、まあ、すごくね、ありだなと思うんですけど、まあ、これ、その前の動画の時にも言ってるんですけど、買ったのが今年の、もう春かな、春、夏前、春みたいな感じだったので、外にこうリアルに行く、まだ着に来て、来ていけてないんですよね。はい、なので、もう家でこう試着する、もしくは撮影で使うのみっていう形で、こうガチでね、ちゃんとこう着用してね、外にこう遊びに行ったりとか、外出したことがまだないので、ちょっとね、本当に楽しみ、秋が楽しみなんですけど、はい、まあ、言うてもう8月の半ばぐらい、今ちょっと撮影してるのが8月半ばくらいなので、もうあとね、1ヶ月半ぐらい我慢すれば、もう10月なので、1ヶ月半我慢すれば、そろそろなんか T シャツ1枚くらいで十分着始めれるんじゃないかなとは思ってるんで、まあまあまあ、そこに目指して、ちょっともう今のうちにこうコーデなりね、なんかちょっとまあやっとこうかなという感じですね。まあ、あと本当に単純に一回、もう今この時点でもうレザーが着たいっていう欲望が抑えられないので、まあまあまあ、そこら辺をちょっとやっていきたいなっていう感じですね。まあ、ちょっとキルティングなんですけど、そこまでこう分厚いキルティングでもないですし、中にこう、なんだろう、綿がこうパンパンに詰まってるっていう感じじゃなくて、結構本当、なんだろうな、もう内張りのその気持ち程度の、キルティングっていう感じなので、そんなに多分ね、暑くはない、あったかくはないはずなので、そんなにこう、うん、結構だから、まあ、冬というよりかは結構秋ぐらいからインナーの調整で、まあ、真冬までいけるような感じなのかなと思います。まあ、中のね、この裏地がめちゃくちゃ暑いと、もうどう調整してもね、薄い T シャツだけにしても結構暑い時は着れないので、結構革ジャンについてるライナーって重要で、もう極力薄い方が本当にこう通年長い期間着れるんで、あんまり革ジャンについてない方が嬉しいですね。だったらそのサイズで調整して、中のインナーで暖かさ調整した方がよっぽどいいかなとか個人的には思いますね。はい、というわけでね、ちょっと着ていこうかなと思います。まあ、何か、参考になればなと思います。はい、じゃあ、1個目のコーデ行ってみたいと思います。はい、1個目はですね、ジョン・グラッコのブラックの、T シャツですね。普通の T シャツに、このレインボーカントリーの、オールステイトに、501のビッグイですね、リーバイスの501ビッグイの、なんだ、これもまあ過去の動画で紹介してるんですけど、結構太、のウエストが太めの34、5あるかな、34ぐらいかなのやつに、あれですね、レッドウィングの、エンジニア、黒のエンジニアって感じですかね。はい、まあ、黒のエンジニアは別にスエードとかでもいいし、IG セッターとかでもいいと思うんですけど、まあ、上が結構黒黒にしてるんで、下も黒で統一した方が雰囲気的にはまあ合うかなと思って黒にしてみました。はい、こんな感じですね。いやー、もう最近暑すぎて
いや、あの皆さんね、同じ日本に多分ほぼ日本に住んでるんで、ほぼ分かると思うんですけども、日中暑すぎて、もう今も夜でも外が全然暑いせいで、冷房がなんかこう梅雨の頃の設定と同じ温度じゃもう効かないんですよね。ちょっとびっくりしますね、本当に。だいぶ下げても結構暑いですね。いやー、本当異常すぎるわ、本当は。はい、で一応前閉めるとね、こんな感じですね。はい、まああの本当オールステートに限らず、全然黒のこういうダブルのライダースさんもいろんなメーカー出してますし、いろんなブランドありますし、あの多分というか、まあレザー好きな人だって、特にバイク乗るようとかライダース好きっていう人も全然いると思うんで、別にこれに限らずね、ショットとかでも全然いいですし、バンソンとかでもいいですし、もうほんと全然ブランドのものになるか、ショットとか、まあ、いわゆるこのブラックのレザーのコーデっていう感じですね。はい、まあこれに限ってはもうコーデも何も、もう本当にドスタンダード、もう別に木をてらったところ一切なく、本当に T シャツとジーパン、しかも501みたいな、でエンジニアブーツみたいな、もう王道っちゃ王道の本当合わせって感じなんで、はい、まああとはあれですね、もちろん白 T でも全然いいと思います。はい、個人的にあの俺全然白 T の方が本当は好きだし合うんですけど、まあちょっとせっかく白 T 多めなんで、いつもコーデなんで、まあ、黒でちょっと合わせてみると面白いかなと、まあ、下も黒なんでねっていう感じでちょっと合わせてみました。はい、ちょっとやっぱ黒が多い方が武骨が差が増すというか、ちょっと男っぽさがちょっと強くなるかなって感じですね。はい、こんな感じです。じゃあ2つ目いってみたいと思います。はい、で2つ目はですね、デニムのウエスタンシャツを、中に入れてみました。なので一応中に T シャツとデニムシャツ、さっき T シャツ1枚だったんで、まあ、イメージ的にあっちが9月の末ぐらいとかであったら、これはまあ10月とか、あっちが10月ぐらいだったら、これはまあ11月ぐらいの感じですかね。ちょっと中に2枚入れている感じですね。はい、まあ半袖の T シャツがもう寒いっていうレベルだったら、長袖の T シャツにして、ウエスタンシャツでもいいですし、でレザージャケットみたいな、まあ要はですね、 T シャツだけじゃなくて、まあ1枚シャツを間に挟むことでちょっとプラス1ヶ月後ぐらいになるのかなっていう感じですね。はい、せっかくなんでちょっと時期もっていう感じで、最後のやつはもう1ヶ月プラスぐらいにして、もうちょっとあったかめの感じにして終わりにしようかなと思います。一応靴はですね、あれですね、レッドウィング、同じくさっきの黒ですね。まあ黒結構なんだろう、色味的には濃い感じの、って感じですね。はい、もう秋冬になってくるとやっぱりそんなに明るい色は使わないで、結構こうトーン落とし目の方が、いいのかなっていう気もしますけど、まあでもあんま関係ないかな。そんなに結構冬とか逆にこう暗い色が多くなるの嫌なんで、結構明るい色も全然使います。このコーデはたまたま濃いっていうか暗い感じですけど、そうですね、全然そんな、もうマスタードっぽい黄色も使ったりとか、赤とかも全然ありますしね。はい、全然別のですね。まああと暑ければ全然前開けちゃってもいいと思いますしね。はい、寒くなったらもうボタンを閉めて、これも閉めてみたいな感じですね。はい、でこのオールステート38のサイズで、まあこの感じですね。はい、ちょっとね、やや大きめを買ったとか、ちょっとゆったりめを買ったんですよね。あんまりこうジャストすぎない、あのちょっとでもどっかにこうストレスがかかるようなのはちょっとやめたんですよね。はい、はい、というわけで最後3つ目いってみたいと思います。で、最後3つ目はですね、このマッコイのですね、リアルマッコイさんの、ツートンの、パーカーですね、後付けのパーカーとに、ビッグイーですね。最初に1コーデ目で使ったのとはまた違うビッグイーの、デニムがあって、こちらはやや細めというか、まあ、あれほど大きくないサイズ感のやつで、まあ、色はその代わりこちらが薄めで、まあ、ダメージがちょっと、リペアが多めっていう感じですね。とあと足元はレッドウィングのスウェットにしています。はい、まあそうですね、中は今 T シャツ1枚ですけど、もちろんこれも寒くなったらロンティーとか、T シャツ2枚重ねてもいいですし、
何でしたっけ、あのワッフルの、ワッフル地のやつなんだっけ、ちょっとあったかいやつ、サーマル、サーマルをにしたりとかね、 T シャツサーマル、スウェットレザーみたいな、もうそしたら真冬、関東ぐらいであれば全然真冬行けるコーデの枚数かなっていう感じですね。はい、もう電車とか乗っちゃったらもうこの上なんか脱いでも十分なぐらいだと思いますし、デパートとか、ね、施設入っちゃうともう全然ちょうどいいか、うん、脱いでもいいかなぐらいの感じだと思います。はいですね、さっき見た通りちょっと冬だからってそんなにこうモノトーンっぽくなっちゃったりするとちょっとつまんないので、ちょっとここら辺のねスウェットツートンのねやつとか入れて、で、他の動画でも言ったんですけど、このレザージャケット、特にブラックのこのダブルの、ダブルのだってダブルのライダースに結構この後付けのパーカーの、まあ後付けに限らないですけど、このフードが付いて、要はフード付きのスウェットパーカーが結構なんだろうな、合わせやすいっていうか結構可愛い感じ、可愛いって言ったら変だな、何歳だろう、まあでも結構そこまでこう男臭くならなくて、ちょっとこう何て言うんだろうな、難しいな日本語は、そこまでこうハードになりすぎないというか、ちょっとソフトな印象にしてくれる、そう、そんな感じなので、結構好きなコーデなんですよね。なんでまあこのフード付きのパーカーとか、まあいつもはグレーとか合わせるんですけど、まあグレーもいいですし、別にこういうツートンでもありだなと思いますね。はい、あとさっきの2つ目に入ったあのブラックのあのデニムのなんだ、パンツでももちろん全然いいと思います。もうちょっと、そしたらもうちょっとしっくり、まあしっくりでもこれが結構なんだろうな、派手なカラーなのでそんなしっくりはならないですけど、今ほどジーパンほどカジュアルじゃないというか、まあカジュアルなんですけど、まあややあっちの方が綺麗な感じはするかなっていう感じですね。はい、まあどっちでもありだと思います。はい、まあっちのパンでもいいですし、別にミリタリーでもいいですし、何でもいいかなって感じです。まあ結構本当着丈がね結構ちゃんとあるので、これ結構着丈短いとなかなかこうインナー選ぶと思うんですけど、そこが結構ちゃんとしてくれてるんで、そんなになもう正直コーデで困る、着にくいっていうことほぼないのかなっていう気がしますね。はい、そこはすごく着やすくて助かるなっていう気はしますね。はい、ですね。まあ、なので本当に早くオンシーズンになってね、このレザージャケット着たいなと思います。ちなみにこのマッコイのね、これもちょっとあのまた別動画で昔あの日焼けさせたいって言って外ずっと出してたんですよ。それ結構ね今になってこうしまって取り出すとやっぱ色がねだいぶこう何なんですかね、こうしまってるだけなのに出すたびになんかまた色薄くなってないみたいな、なんかこうまあ俺の錯覚なんでしょうけど、その記憶のね錯覚なんでしょうけど、なんか出すたびにすごく経年が増えて激しくなってるような気がするんですよね、なぜか。はい、まあ、ちょっと関係ない話でしたけど、ただまあそうですね、ちょっと何なんだろうな。はい、まあでもこれはこれでね、マコさんの新品を買って日焼けさせて、ヴィンテージにしようみたいな感じでね、着丈もねちょっと短くするために乾燥かけたりとかしてねやったやつです。はい、まあ、ちょっと余談でしたけど、はい、というわけで、今日はですねこちらのレインボーカントリーさんのオールステイトという、まあ、ブラックのレザーのライダースジャケットですね、ダブルのライダースジャケットの、着回しの、動画でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね好きな服着て楽しくやりましょう。またね。